全然ちゃんと開いてる。始まったこれ。始まりましたか。こんばんは。え、始まってんのこれ。始まってるんじゃない。え、始まってる。こんばんは。あ、始まってる。こんばんは。こんばんは。こんばんは。乃木坂46の猫舌ショールーム乃木坂ニャンバーワンが始まりました。イエーイイエイイエイイエイ。水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。そして今日のお相手は吉田のクリスティです。よろしくお願いします。はい、佐藤楓です。よろしくお願いします。はい、この番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、猫舌ショールームにちなんでニャンバーワンとなってます。はい、今日も2つのテーマのランキングを発表していこうと思います。今週1つ目のニャンバーワンはバースデーライブでの思い出ニャンバーワンです。5月8日に4期生公演で、次9日に3期生公演が控えているということで、私たち2人のバースデーライブでの思い出をそれぞれこう3つ発表していこうかなと思います。うん、そう、いいね、いいね、いいでしょう。覚えてる昔のバースデーライブ。覚えてるかな。一番最初が5年前とかでしょ。ね、まあまあまあ、全然覚えてるわ。大丈夫。そして初めに、ショールームをご覧になっている方はまず無料のアカウント登録をよろしくお願いします。右下のツイッターマークを押してどんどん拡散していってください。ということで、これから2時間よろしくお願いします。お願いします。はい、久しぶりだよね、なんか2人でやるの。ねえ、いつぶりだろうね。2人は久々。バレンタインのチョコ作る。よく覚えてるね。覚えてる。だってあのチョコさ、楓が持って帰ってさ、うん、次のなんかあのライブ期間のあれだったじゃん、リハの期間だったじゃん確か。全然覚えてない。バスラの、で、うん、持ってくるねって言って、じゃあ楓が持って帰ったんですよ確か。作ったやつを。そう、うん、それをなんか持ってこなくて。何も覚えてない。それ何、持ってきてどうする予定だったの。持ってきて、なんかそのリハーサルで置いとこうねみたいな。あ、なんかいっぱい作ったんだっけ。そう、全然生チョコかなを作って。何も覚えてないんだけど。確かそんな感じだった気がする。で、私どうして食べたのかな全部わかんない。でも持って、結局持ってこなかったから食べたんじゃない。何も覚えてないわ。そんな、なんかそんなの作ったっけ。なんか大きいハートのチョコ作んなかったっけ。チョコ作ったの覚えてる。あんま覚えてない。でも大きいハートのチョコ作んなかった。それ個人的な夢かな。生チョコ作ったよ。だって全然覚えてないよ。お鍋でコトコトなんかクリームとか。生チョコ覚えてるっけ。全く覚えてない。覚えてる人いるのかな。嘘。大きいハートのチョコ作ったっけ。マジで夢かも。それは私記憶にないよ。私の夢かもしれん。夢って言われた。全然覚えてないわ。ほら、生チョコって言ってるもん。すごい。見てくれてた人いるのその時。でもだって2年前とかでしょ。後ろにステージあったの覚えてる。そう。その時代は覚えてる。ほら、生チョコだって。すごい。ガキを戻そう。すごい、みんな覚えてくれてるじゃん。そうだよ。だからそれ以来なのかな。じゃあめっちゃ久しぶりじゃない。じゃあ久しぶり、3年ぶりぐらいか。そんな前だ。2年ぶりとかか。2年ぶりとかだね。多分時期は覚えてるんだよね。2019年っていうのは覚えてるかも。あ、本当。多分2019年。2年前のバレンタインの企画だ。あ、ほら2019年それ覚えてたわ。みんなよう覚えとんな。ねえ、みんなすごいよ、ね、記憶力が、ね、じゃあちょっと早速ランキング発表していこう。お願いします。はい、じゃあ最初はですね、吉田の3位の発表です。ちょっと、バースデーライブでの思い出ね。そう、これだな。じゃあいくよ。はい、吉田の3位の発表、3位はこちらです。ドラムロール。でで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 で、はい、言って。でで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 ん、じゃじゃん、新規のライブ。おー、そう、神宮と、あの秩父の宮、セブンス、シックススか、シックススっていうのかな。6年だよね多分。難しいよね、あの数字に PH。 そう私はシンクロライブが3位ですね。なんかこれは楽しかったっていうのももちろんあるんですけど、やっぱさ、その今まで会場ライブ中に行き来することがなかったじゃん。なかったね。そうだし、先輩たちも多分初めての経験だと思うし、
なんかその舐めてた正直こんなに近いんだったら余裕だろうと思ってて、思ってなかったわ。で距離的には近いじゃん。まあね、でも思った以上にその階段の移動だったりライブ中ってこともあって、なんかその一曲パフォーマンスするレベルで本当にしんどかった、うん、でもなんかよくあれ3日間もやったよなって思うよね今だったらできないかも。いや大変だ、やればできるかもだけど、そう貴重な経験だなと思って。難しい。あと上空からの映像がちょっと好きだなって思った。あの2会場映ってる紫のやつ、ね、両会場そう紫になってる、あれめっちゃ綺麗だったよね。本当に感動ものだな。これ本当すごかったよねこのライブ。なんかさ、シンクロニシティだっけ、何かがさ、うん、同時に始まってじゃん。そうすごかったよね。逆順から確か行ってたじゃん。ああそうだそうだ、神宮でじゃあこれで始まったら秩父宮の最後はそれみたいな。そうだそれだ。交わる部分があるんですよ曲が、はいはいはい、こう言ってるこう、それもねちょっとこう感動したな。すごかったよね。そうバイシクルの自転車移動もあのね楽しかった。あーいいねっていうので私は3位がシンクロライブでした。じゃあ私は、はい、どっちだ、こっちだ、いで実はちょっとかぶっちゃうんですけど。何言うよ。じゃんじゃん、私のドラム台。あ、ごめんごめん、何も読んでないせっかくいいよいいよ。私のバースデーライブでの思い出ランキング第3位は、ドド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 ド。なんかでもとにかくまあ本番だからっていうかまあ生だからさ、うん、とりあえず急がなきゃって思ってさ。そうだよね、間に合わないよりはね。そう間に合わなかったらあれだからさ。でそもうめっちゃ急いだらさで多分その1日目が秩父の宮に行った時だったの、うんうんうん、めっちゃ急いでさ爆走したらさ、なんかめっちゃ1位あれええみたいな、ついてステージ上がった瞬間あれえあそこで気づいたの。そうえ私だけみたいな、うん、そう結構でもしかもその私だけの状態が、うん、30秒ぐらいあったのかな。えそんな、え結構長くって初日ステージ独占してんじゃん。えそうもう独占でえどうしようみたいな、うん、でもファンの人もおおみたいな、うんうんうん、感じで、そうなんか結構ねパニックったよね。でもその時はそうなんだ、えみんなはって思ってそう。いやでもびっくりした。あんなね独占することないじゃんステージを一人で。もしさ、うん、今もう一回その自転車で移動して、うん、一番になって、うん、独占してたら、うん、どうする。えもうステージその時は多分パニックってたから隅から隅まで走り回ろうかな。あなんかあったじゃんいい、ね、花道いっぱいあるうわーって行こうかな。それ30秒でいける、頑張る超ダッシュみんなステージで歌ってる回でさ一人で後ろの方バーって爆速してたらめっちゃ面白いんだけど、逆に遅れるっていうねそうそれが思い出、ね、まさかでもしかもなんか2日目も3日目も1番になっちゃって、うん、そうでも結構なんか3日目はさ、うん、なんか結構 MC とかでもさ一番だったんですよとか言ってたの、ね、2日目とか3日目も結構ファンの方期待してくれててさ、逆にこれ一番に行かなきゃって思ってさ、もうそこは意地だったんだ。そうまあ3日目はもう結構ガチで頑張った、そうマジで体力あるよな彼。思い出はでもねできないね今。階段とかもあったじゃん裏に階段登ったよね移動した時、あれめっちゃきつかったよね。そうきつかった、きつかったな、懐かしいな、うんうん、あの私あれ好きだった、ムービングステージ、うん、3期生のさ楽曲とか初めてだったもんね。そう初めてだった、透明でさファンの人が見えるみたいな、うんうん、真下にいると思ってあれ楽しかったよね。楽しかった。シンクロライブはそこもなんか醍醐味だよね、なんか普段ないからさ。そう、でもあのさステージ透けてるからさ衣装が全部ズボンだったパンツ見えちゃう。そう懐かしい。お互い気まずいからな。ねえそうね。じゃあ吉田の2位いきますね。
に行きます。でで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 、これはなんて読むんだ、フィフス、フィフスライブ。これはですね、あの埼玉スーパーアリーナで行われたライブで、うん、そのこれが初めてこう先輩たちと一緒に出させていただいたライブで、こう懐かしい、そう、ね、いきなりこうさ、あんな大きいところに、ね、うん、立って、うん、もう本当にリハからその何ガチガチでなんかさ、周りはその同期だけじゃないから、先輩とかももちろんいるし、スタッフさんの量もさ、なんか比べ物にならないじゃない、そのそう、だからそれでなんか結構緊張しちゃって、マジでみんな泣いてたもんな、めっちゃ怒られたしね、リハの時っていう、なんか初心の思い出っていう感じでこれを2位に選びました。難しかったもんね、だって、そうだってさ、前日にさ、あのななみさんの卒業ライブも見てたわけじゃない、3期生でいいんで、それもあって同じところに今立ってるんだみたいなのがあったかな。本当にね、立たせていただいた時でね、うん、難しいな、なんかさ、センターステージでさ、くるくる回るの初めてだったじゃん。そう、あのね、あれ本当に方向感覚なくなる。そう、どっちがもう正面が分かんないからさ、そう、おい正面見ろ、ちゃんと正面向けってめっちゃ怒られたじゃん。分かんないの正面が。その上で踊るっていうのも初めてだったから、そうそうそう、踊ってる途中でだんだんなんか勝手にみんな回ってっちゃうんだよね。難しい本当に。気づいたらなんか正面が全然違うところにあるみたいな。そう、めっちゃ怒られたけど。そう。難しいな、ね、あの回転の上で踊るのは今でもちょっと慣れない。正面楽しくない、なんかふわふわしてて楽しい、楽しい、なんかさ、めっちゃさ、一回さ、いつかのバスラかなんかでさ、なんか1円2円3円ってあるじゃん、なんか1円2円がもう抜けててさ、3円だけでさ、僕の衝動かなんか踊った時さ、めっちゃ怖かったよね。だって後ろないんだよ、その演出の都合で。そう、外側のあのとこしかなかったね、ドーナツの上に立ってるみたいな、そう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 、穴なんですよ真ん中が、だからマジで落ちないように気をつけるから、そう、すごいあのイヤモニでも落ちるなよ落ちるなよってめっちゃ言われた。そういう時に限ってしかも激しいさ曲だからさ、僕の衝動ターンとかめっちゃ怖かったじゃん。懐かしいな。そう、よかったの。じゃあ私の、うん、バースデーライブの思い出ランキング第2位はどれにしようかな、どれにしようかな、どれにしようかな、これにしよう。はい、もう一回言って。いいよ。これ鳴ってる？なんだこれ、ノイズみたいな音が。じゃじゃーん、エイスイヤーバースデーライブのブータンチャレンジ。はい、これはきっと言われてもわかんないので説明どうぞ。え、クリスティ見てた？これ吉田アナも見てたよ。見てたからなんとなくわかるけど、ブータンチャレンジってさ何をチャレンジしてるの？多分ね、知ってる方も多いと思うんだよね。そう、あのね、あのエースイヤーで遥かなるブータン、遥かなるブータンを、まあ3期生と4期生とかの何人か、8人ぐらいかな、10人ぐらいかな、8人とかかで披露したんですけど、あのね、もうとにかくなんかそうキャリーを持って、そうなんか本当に旅に来たみたいな感じの演出で、どんどん移動していくの、キャリーを持ってね、でも本当になんかそう覚える番号が多すぎて、そうだね、めっちゃ移動してたもんね。なんかそう外周もあったじゃん、そっちも行ったし、もうなんかホームステージの番号ももう端の方だから29とか、本当に覚えにくい番号で、でも覚える番号がこれだけで6個ぐらいあったの。そう、しかも何点5もあるし、それね、そうめっちゃ難しくって、本当にでもなんか失敗できないじゃん、だからなんかその3期生のブータン組、久保ちゃんとレノと山下と私かな、の4人かな、4人で、はい、ブータンチャレンジって言って、あ、待って、それさ動画でやってなかった？あ、そう、動画もあるよ。あるよね、ブータンチャレンジって言って、なんかその自分の番号を一個ずつ言ってくの、一個ずつ言って 10.5 とかめっちゃ言ってて、それをちゃんと成功できるかみたいな、ちゃんと全部言い切れるかっていうのをやってて、そう覚えてる動画？
覚えてるのさ、なんかその多分ブータンやる人しか分かんない動画がさ、3期生だけのグループに送られてきたじゃん。あ、送ったっけ。送っ、だって見てるの。あ、そっか。何これと思って。なんかとりあえずみんなが立ち位置であろう番号をなんかすごい自分のタイミングでポン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 言ってるから、何言ってんのこの人たちと思って。ちゃんとね、リズムも合わせなきゃいけないの。そ, それか。そう、めっちゃ、しかも深夜だったから、結構深夜かな、うん、夜遅かったからさ、ね、もうみんなテンションもおかしくなってさ、もう爆笑みたいな。めっちゃ面白かったな。動画ね、あげたいけどさ、楽屋だから、ね、裏側だもん、ね、そう、楽屋でもう机の上とかもめっちゃあれだからね、ちょっとあげれないんだよね。めっちゃ動画をあげたい気持ちは山々。本当に楽しいのあれ。音声だけだったらあんまないんじゃない。あ、音声だ、確かに音声だけだったら、ね、みんながただ通常言ってるだけだみたいな。そう、29ってめっちゃ楽しかったな。本当あれ好きだわ。今見ても笑える。みんな見たいって言ってるね。え、そう、私も見せたいのよ。ねえ。ほぼモザイク、同じの。モザイクかければ出せると思う。確かに。もう懐かしいな。これは本当にちょっと見てほしい。うん、見てほしい。すごいちょっとシュールでカオスなあれだから。本当にブータンやってる人しかわからない。ね。じゃあ1位いっちゃおうかな、最後。オッケー。よし、じゃあ吉田のニャンバーワンです。ニャ、ででん。これはナインスライブだっけ。最近です。ナインスライブの裏側なんですけど、3期生でほうれん草っていうゲームをしまして、うん、いたよね。懐かしい、懐かしい。この前かリハーサルの合間の話なんですけど、うん、これは4期生がその前にやってて、うん、でまあ、それを見ながらこう踊ったりしながら、うん、じゃあちょっとみんなでほうれん草しようみたいな、多分その前からなんかやってて、確か、うん、そうね、楽屋とかで。で、そこでもやってて、なんか3期生の7人ぐらいかな。でもずっと立って、でもリハしてるからあんまりこう叫べないじゃん。なんか本当にこの人だと面白いの、頭がちょっとバカになってきて、面白いの、テンション上がってくるんですよ。そう、それをちょっと薄暗い、誰が誰に渡してるかもわからないほうれん草ゲームをなんかずっとしてて、なんだろう、そのメイキングをこうずっとカメラさんがどの現場にもいるんですけど、基本的にで、そのカメラさんがこう見ててライトをつけてくれたんです。っていうのがなんかちょっとこう楽しかったなっていう思い出で、裏話を一個話そうかなと思って。なんで楽しかった。皆さんほうれん草ゲームは分かりますかね。そっか、そう、私も知らなかったの。あ、そう、私もね、なんか多分桃子がやり始めたのかな、最初から。最初になんか円になって、円にならなくてもいいのか、ならなくても、まあ、まあ対面でもいいのか。そうそうそう。でなんかこう最初の一人がほうれん草買ってきたよみたいな感じでこう2本持ってるんですよ、うんうん、そうそう。でほうれん草ほうれん草ほうれん草つって渡すんで、ちょっとね、最低3人いないと無理だよね。そうそうそう、うん、受け取った人がじゃあまた同じようにほうれん草ほうれん草ほうれん草って次の人をこう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 回していくみたいな。2つあって別々の人に渡すのもできるし、 そしたら1回ほうれん草っていうのはほうれん草ほうれん草ズッキュンゲームと同じような感じ。あ、そんな感じか。そうだよね、そうでしょ。1人にほうれん草が2つ来たらほうれん草ほうれん草って2回行って渡すの。そう、なんかめっちゃ楽しいんだよね。1回さ、なんかちょっとみんな頭おかしくなってさ、ほうれん草以外でも、そうなの、そう、それそれ、人参買ってきたよとか大根買ってきたよとかさ、小松菜買ってきたよ、チンゲン菜買ってきたよ、もはや何でもいいんだろうけど、そう、それさ、メイキング撮ってたからさ、どっかで流して、流してほしいよね。あれめっちゃ楽しかった。あのデータ欲しいもん、普通に個人的に。ね、欲しい欲しい。そう、なんかね、いろんな現場でやっててさ、やってるね。なんかさ、スキッツのさ収録やった、やったよね。たで、なんかさ、あのトーク収録でさ、うんうん、3期生が右側に座って、で4期生が左側に座って、なんかさらばさんとさ、うんうん、収録するじゃん、うん、でさ、みんな直前までやってるからさ、座ってもさ、ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草、しかもそれをさ、いきなり仕掛けるんだよね。そう、いきなりやるの、あれがめっちゃ楽しいの。そうっていうのがちょっと、やっぱ3期生で集まると面白いなと思って。そう、多分ね、3期ライブでもなんかやりそうだよね。やろ。あの裏でちょっと仕掛けよね。
めっちゃ楽しいから、ね、でもさこれ昔からあるんだよね多分ゲーム自体は。あそう私は最近知ったけど私とも知らなかったんだよね。皆さんもやってみてくださいぜひじゃあ最後楓の1位かな。はいどうぞ。おお私の1位はじゃーん、うん、オリジナルの衣装が着れたこと。いいこれはそう確かにセブンスイヤーですかね。うんうんうん。あの衣装何か分かりますか。私分かったもんね。そうクリスティ分かったんだよね。分かるかな。この衣装分かる。形が特徴だよね。 そうあとねここの乃木坂マークも分かるかな。分かるかな。あ分かってる人いる。おお。あれでもあんまいないな。うん。ああそう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 合ってる人いるよね。そう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 ガルルです。あのガルルのさ上と下分かれ、なんかいろんな種類があるのか、うん、でもある、何パターンかある。なんか黄色とかピンクとかオレンジとか分かりますかね。なんかめっちゃ初期の方の多分、うんうんうん、初めて着た初めてのパダシーズナーじゃない。そうね、うん、なんかこのさセブンスイヤーはさ結構さなんかオリジナルにこだわってたじゃん、うんうんうん、なんか私たちは結構参加してない楽曲がほとんどだったけどさ、うんなんかその先輩たちももう全部オリジナルで完全に、うん、でそこになんか空いてるとこに私たちが入ったりみたいな。あそれやった出たわ。出たでしょ。出た出た出た。アスカさんセンターだよね。え何がないの。アスカさんじゃなかった。何が。何がえガルル。え普通に白石さんだよ。じゃあ出てないかな。えでなんかそう衣装も全部オリジナルだったの。オリジナルだったよね衣装も。衣装オリジナル。そうオリジナルで。じゃあ白石さんだか。いや私誰の着たんだろう。そう衣装もねそうだから衣装も全部オリジナルだったからなんか、うん、昔のさ見てた衣装とかさ、うん、着れたのがすごい嬉しくってさ、うん、なんぞらとかめっちゃ嬉しかった。なんぞら着れた。あそうなんだ。多分みんな着たと思う。なんぞらは3日目かなんかの一番最初の曲で全員で出てなんぞら着たから。あとねバレッタの衣装も嬉しかったしね。あと制服も嬉しかった。あのこのガルルの時の制服、うん、めっちゃ可愛いじゃん白のさ。可愛い。えそれ着てない。え着たのめっちゃ可愛い。めっちゃ嬉しくって。へーそう私めっちゃ記憶あるわダメだ私記憶飛び飛びだ。そうめっちゃ嬉しかったのが思い出です。うーんえまだ着てないので着たいのとかある。え何着てないんだろうね。えほとんど着た気がするかも。グルカー。あでもグルカーとかってさなんか最初の生写真で着たっきりだったね。でも結構全部着たのか。バイシクルも着たじゃん。私未だに着たいよね。あ未だにまだ着てないね。あそれはないね。そう未だにめっちゃ可愛いよね。あとね太陽の句のデニムの。あそれ着たの。あそれめっちゃ嬉しかったの。あそうそうそうだライブで着てる子いるんだ。それが一番好きだったかも。あれ可愛いよね。あれめっちゃ可愛い。可愛い。そうそんな感じ。うん。じゃあちょっとね以上が私たちのバースデーライブでの思い出ニャンバーワンでした。イエーイ。見てすごくない。ちょうど25分だよさすが私すごいねちょうど25分。そう進め方がうまいのね。パチ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 じゃあ次の企画に行きたいと思います。はい次がですね、メンバープレゼン企画となっておりまして、最初の企画は佐藤楓のランディングの、うん、もう一回佐藤楓のランディングのすすめです。イエーイイエーイ。このコーナーはですね、うん、先日行われたオールスター感謝祭内の恒例コーナーミニマラソンで見事女性芸能人ランナー1位に輝いた楓がですね、視聴者の皆さんに向けて趣味としてのランニングの魅力をプレゼンしてもらいます、はい、ということで。え1位どうだった。1位どうだったっていうか、さ前回出た時もさ結構惜しい順位だったじゃん。確かえ全然惜しくない。ちょっと惜しい。最初でねドローンしちゃった。全然惜しくない。あでも女性では2位だったけど、そうだよ、ね、なんかもうすぐ抜かされたから私全然なん何もなんか惜しくない順位だった。いや2位ってすごいよ。いや全然よ。すごいよ。今回の方がきつかったな。でもどうだったどうだった。見てた？あね飛び飛びで見てたんだよね。お嬉しい。でもそうそうみんな見てくれてたからさ。え普段からさ走る練習とかしてんの？えもちろん。
してんだ、偉いな。このためにめっちゃ頑張った。でもやっぱ普段からしとかないとさ、プロの人には勝てないよね。すごいな。そう、なんかね、ドイツ村だったの、うん、めっちゃイルミネーション綺麗でさ、うん、そんな見てる暇余裕はなかったけど確かに。そう、山下すごかった、見てた。あ、相性1位、総合そう100万円のやつ、すごいよな。すごかった、びっくりしちゃった。写真見た時びっくりした。帰ってまでやってたから、オールスター感謝祭つけてさ、なんか流し見してたらさ、うん、なんか1位山下美月さんって、えー、知ってる人二度見したもんねえ、すごいよって思って、マジですごかった。だから乃木坂メンバーが2人も1位を取ったんだよ。私はまあ一応の1位だけどね。いい、それも立派な1位なの、誇りなさい。ありがとう。そう、でも山下がね、私に投票してくれたみたいでね。あ、予想のやつ。そう、予想のやつ、ありがとうってこの前喋ってた。ありがとう。じゃあ早速ちょっとフリップにね、こう書いてきてもらっているので、それを一つずつプレゼンしていってもらおうと思います。あとですね、このコーナー中はランキングにまつわる質問も大募集しています。これからランニングを始めようと思っている方や、すでに始めている方、楓に聞いてみたいことなどをぜひコメントしてください。拾います。こと答えられることはないです。いい、まず一つ目早速いきましょう。お、なったさっきのなった。あ、どれにしようかな。え、嘘でしょちょっとこれにしよう。じゃーん、はい、謎に痩せる。どういうこと？あのね、なんかね、私結構夜に走る派だったの、うん、もう真っ暗になった、うん、8時とか9時とかに。涼しいし。そう、涼しいし、でなんか本当に走った後とか結構まあ夜中お腹空いたりしてちょっとつまんじゃうのよ、うんうんうん、まあフルーツもつまむし、なんかお菓子とかもつまんじゃったりしてたんだけど、まあ、なんか結構それランニング続けてたから、なんかメイクさんとかにも、うん、でね、なんか日中も全然炭水化物とか普通に食べてたの、うん、なんかでメイクさんに、でんちゃんここめっちゃ痩せたねって言われて、でなんか本当に痩せるの、顔が。そう、顔が痩せるの。顔が痩せるの、ランニングすると。へー、そう、いいね。だからね、痩せれて体力もついて、顔痩せたい人におすすめ。いいね、いいね。そう、顔めっちゃ痩せるよ、なんかね、シュッてなるらしいらしいでもね、私も本当に実感してるから、うん、なんか、あ、でもそれでさ、やっぱ続けられたらいいんだけどさ、ね、やっぱこういうの終わっちゃうとさ、もうなんか糸がプツンって切れちゃってさ、今走ってないよ、ね、ちょっと走ってない、そのうち走るよそのうち走ります、ちゃんと。ちょっとまだね、元から細いんだよな。1週間ぐらいしか経ってないから、うん、1週間2週間ぐらいか、ちょっと休憩って思って頑張ったから。休憩長すぎよ、これから走るって。またね、なんか乗せるので走ってる時は。うーん、そうか、代謝が良くなるのかな。あ、そう、汗めっちゃかくね。確かに。その後の湯船が最高。何キロ走るの？でも練習は、でもなんか今回は前回より結構走って、うん、最低4キロ走ってたかな。もう結構、ね、ガチのジョギングとかじゃなくて本気で4キロ走ってた。4キロってどのくらいか分かんないぐらいは。どのくらいだろうね。異次元なんだけど。いや、もうきつかったな。渋谷から新宿ぐらい。それ、分かんない。渋谷から新宿の距離が。なんか適当に言っちゃったんだけどさ。そうだよって言われても分かんないって言っちゃった。お腹周りは痩せる？分かんない。それはなんか人それぞれ違うのかな。あ、そうなのかな。分かんないけど。4キロってきついですよね。私ちゃんと頑張ったな。すごい、私1キロも無理よ。まあでもジョギングでもいいから、これからも走ろうかなって思ってます。えらい、ライブもあるしね、これ。皇居半周、え、皇居ってでも1周5キロじゃない？そうだ、そう、皇居ね、昔ね、モモコと走ってた。うーん、走ってる人多いよね、でも。そう、走ってる人多い。なんか謎にね、うん、なんか頑張ってた時期があって、モモコと、うんうんうん、しかも朝よ、朝の7時ぐらいに皇居集合して、うん、めっちゃ早いじゃん。頑張ってたもんな。え、じゃあさ、なんかフルマラソンやってみたいとかある？あれ42キロぐらいでしょ？やってみたいけど、その前にハーフマラソンやってみたい。ハーフじゃない、普通に半分でしょ？そう、半分、半分。そう、21、ちょっと。そう、ハーフマラソンに、ね、挑戦してみたいんだよね。すごいな。
でもどうなんだろうね、きつやばそうだな。赤坂ミニマラソンが目標って書いてる。きついなきついな赤坂。でも坂、今回の坂もめっちゃきつくってさ、なんかさ、フルマラソン走ったことあるって人がね、まずは10キロからですよって書いてる。10キロね、頑張る。10キロだって何分ぐらいだろう、1時間ぐらいかかるのかな。絶対もっとかかるよ。どうなんだろうね。でも本気で走って多分1時間だから、そんな本気を10キロも続けられないから、どうなんだろうね。まあ私、じゃあ10キロ走ったら報告します。ぜひぜひ。クリスティはランニングしないの？しない。しなさそう。よいしょ。そう、なんか聞く人間違えたってなんかあんまりこう極力外出たくないというか、なんかデブ症っていうか、外に出るまでがなんか時間かかっちゃうタイプだから。なるほどね。ずっと家いるもんね。だって多分だけど、休みの日はずっと家だから。だから仕事の時もあれだもん、家と仕事が直行だからさ。そうね、ゲーマーだからねって。私はゲームの方が充実感がある。なるほどね。インドア派だもんね。そうなんだよね。じゃあちょっと、なんか視聴者さんが2万人を超えたらしいです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ1時間半ぐらいあるので見てください。そうだね、そうだね、2時間だからね。ねえ、うん。じゃあちょっと2番目、2番目聞いていきましょう。なんでそれなの。はい。陸上部の気持ちが味わえる。あ、これはどういうことでしょう。なんかさ、スマホのさアプリなんだけど、なんかその、まあでもスマホ持ちながら走んなきゃいけないんだけど、まあ、ポッケとかに入れてね、でそれで、なんだ、その走った距離と、まあ、タイムとかを計測してくれるの。へ、なんか一番、なんか1キロ何分で走りましたみたいなのも、ペースもその計測してくれて、終わってから結構見るんだけど、なんかそのさ、毎日走ってるからさ、なんかどんどんタイムも上がっていくのよ。1キロ何分台とか、それがめっちゃ嬉しくって。確かにそれ嬉しいね。陸上部ってこんな気持ちなんだって思って。まあそんなさ、私なんて全然もうペイペイなので。いやいやいや、何を言ってますか。1位になった人が。ガチな陸上部じゃない。なんかちょっとわかるって感じ。え、でも陸上やったことないの。ないよ。そうなの。体力があったってだけ。持久力があるってだけで。すごいな。そう、なんかね、でも多分私別にそんな速くないと思うんだよね。だから皆さんに聞いた方がいいのかな。待って、速くないって人が1位になんないからな。え、なんか誰か陸上やってる方どうなんだろうね、このなんか。なんか何キロ何秒台、そうそう、何分台とかで、分かれるのかな。そうね、早い人とか。素人の女子で、まあでも最初は結構1キロ6分とかだったんですよ。5分50とか、それが結構最終的にはですね、4分55とかになったんですよ。どうですか。早いんじゃない。分かんない、私からしたら全部早いと思っちゃうよ。でもね、私は頑張ったと思う。体力本当にすごいよ。頑張ったと思うんだよね。どうなんだろう。そう、4分台に行って、それがめっちゃ嬉しかった。え、早いって言われてるよ。嬉しい。それはすげえ嬉しい嬉しい。すげえ。キロ4分台、嬉しい。全然もうギリギリ4分台って感じだけど。じゃあ今後の目標何分にする。今後の目標3分切るのって難しい。1分難しいか。3分切るのは男子。あ、そうなんだ。じゃあ1キロ、まあ4分、まあギリギリ4分台だから、まあ4分ぐらい、3分台行きそうな。行くか行かないかぐらい。そうそう、行くか行かないかぐらい。でもそしたらめっちゃ早いけどね。爆速ランナーじゃん。そう。すげえ。どうしよう。2分59の人いるらしいよ。2分59は早すぎる。なんかさ、いとこがさ、駅伝部じゃんだったじゃん。駅伝部だったの。で、前のさ、感謝祭のマラソンの時にさ、アドバイス聞いたのよ。なんかこの素人の女子で、なんか1キロ何分ペースだったら、
勝てそうみたいな、うんうん、そしたらなんか、まあ、もちろん向こうは早いからさ、ね、なんか結構本気で言ってんのかもしれないけどさ、3分30秒ぐらいだったら、まあ、女子そう女子、うん、3分30秒でまあ4キロぐらいならまあいけるんじゃないって言われてさ、いや素人って思って、1キロ1分で行くってことさ、あ違う1キロ3分30秒でもう4キロそのまんまそのままのペースで行けば勝てるんじゃないって言われて、すげえ、いやってめっちゃ当てにならないアドバイスもらったの。プロじゃんって次元が違うの。服装とかにもこだわるの？服装ね、なんか通気性重視なのかさ。いや私マジで普通のジャージでやっちゃってる。あそうなんだ。普通のリハギみたいな、まあ、半袖だけど上は、うん、いつもの感じとか。でもなんか本当にランニングのあるじゃん、なんかさ何インナー履いてさランニングスタイルみたいな、ザランニング、あれを買おうと思ってて、結局ずっとお店行ってなくて。あいやプレゼントする、してほしい、誕生日プレゼントにしよう。いやクリスティ、そうクリスティ誕生日プレゼントもらったの、うん、何やって今年？そう今年。めっちゃ聞いてください。全然話変わるんですけど。言いたい。いいよ。なんかね誕生日の日にですね。いいよあのコーヒーショップ行ってたんです。私がちょうど某コーヒーショップに行ってて、そしたらなんかちょうどクリスティがね、なんか誕生日おめでとうって言ってその某コーヒーショップの券をくれたんです。ドリンク券とフード券を。って思って、今ちょうどいるんだけどって言って、そしたらなんか聞いてくださいよ、そしたらなんか連続で5個送られてきて、さらにそんな送った、いやなんか5個ぐらい来たの、さらにそうだっけもうなんか私めっちゃ嬉しくって、でも私の携帯もその剣だらけでまだ5回分ぐらい飲めるのよまだある、そうだからそう夏のでもよく行くなって思ってたから、ね、そうよく行くの、私夏の新作が好きだからピーチとかさ そうなあるじゃん、だからちょっと今夏まで取っとこうかなって、期限はね大丈夫、多分5日連続とかで飲めば大丈夫、やだやだありがとうねごめん全然話変わっちゃった全然別にでさごめんタオミがさあ別の現場の時にたかられたなんかいきなりその連絡来てなんかあのクリスティこれちょうだい絶対楓に聞いたなこいつと思う、私がタオミに見て私こんなあるんだよクリスティがくれたのって自慢したらじゃあタオミもクリスティに行ってみようって言って、普通にその待ち時間であじゃあちょっと買ってくるって出て行ったんですよ、そう普通に何もですね、誕生日とか何もないのにただなんかクリスティがあげただけだちょうだいあげたんだ、めっちゃ優しすぎるよ、面白かった、うん、その後梅にやめなさいって言われてそらですね、帰ってきたら面白、全然話逸れちゃったじゃあ最後かな、最後だな、はい、うん、どうぞ、じゃん、達成感がすごい、うん、あこれは、ね、これは多分まあ分かると思うんですけど、じゃあもっと詳しくどうぞ、もっと詳しくなんか本当にどういうところで達成感、ね、なんか結構走る前は今日もやんなきゃなって思って、うんまあ、結構ちょっと重かったのよ、うん、今日はあのきつさかみたいな、でも走り終わったら、うん、あ今日めっちゃいい練習できたみたいな、なんかすごいすっきりするの、うん、そう達成感がすごいのよ、達成感はすごそうだな、でも今日もやったみたいな、うん、なんかそれで結構楽しくなって結局毎日やるんだけど、うん、そういいね、分かるって、筋トレも同じ、あそうかもね、でもさあのさマラソンとはちょっと違うけどさ、うん、なんか小学校中学校とかでさ、うん、運動会のリレーあるじゃん、あるね、あれさ1位の人しかさテープ切れないの、あそう、ね、切ったことないの、なさそう、あるないないの、うん、そう意外とない、だからそれをなんか切ってみたかったなって思った、あ確かにね、懐かしい、あれこそ達成感ありそうだね、えなんかさ中高とかさ、うん、種目選べたじゃん、選ぶ、私走んのやつだ、あ だ, だ, だろうね、全然動かない系選ぶだろうね、そう玉投げとか、玉投げ、あ玉でもさなんか一人一個は走るのでやらなきゃダメじゃなかったっけ、うん、ゆるいね、5個ぐらいこう種目があって、うん、なんかじゃあ好きなの2個選んで、うん、早いもの順とかで、
なんか極力動かないやつ。そんな感じするわ。うん、あれはなんかさ、なんか紅白リレーみたいなのだった。その何？普通のクラス対抗とは違って、その中でもこう走るのに優れた人たちだけの集まりのさ、あった。あのね、選ばれてた。私はじゃあその名前が学校。まるまる杯って名前で、あ、そうなんだ。あ、そう、学校名杯って名前で、うんうん、選ばれたことはないね。そうなんだ、うん、めっちゃ早かったよね、みんな。早かったよね。めっちゃ盛り上がった。あれでしょ、一番最後にやるよね。そう、なんか多分一番盛り上がる感じで。あ、そう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 、一番盛り上がる。あ、部活対抗リレーもあった。そんなのあるんだ。私はあのスウェーデンリレーっていうのがあった。何、知らない、知らない、知らない。私もなんでスウェーデンっていうのか知らないけど、うん、なんか 50m、100m、150m ってなんか3種類あって、うん、走るコースが、うん、で私はいつも 150m 一番長いとこ走ってた。それでリレーするんだけど、まあ、50m、うん、が一番短い距離で、あったって、あ、知ってる人いる、あ、嬉しい。え、名古屋だけとかじゃないよね、別に。あの子今調べてくれてるから。ん、1910年代にスウェーデンで人気があった 100m、200m、300m、400m の 1000m メドレーのことを発祥の地なんだ、スウェーデンが。あ、そうなんだ。そうそうそう、あ、じゃあ 400? あ、そうそう、400だわ。全然150じゃないわ、400だ、最後。あ、そうなんだ。その、一周、ほぼ一周工程って感じだった。東京な、でも名古屋だけど知らない。関係ないのか、別に地方は、うん、佐賀もあったって、みんなあるんだ。神奈川も、うちなかったよ、通ってない。大分はなかったんじゃない。わかんない、別のところではあったのかな。知ってる人多い、嬉しい嬉しい。懐かしいな。今知った、そんなのあったんだね。体育祭楽しかったよね。やだよ。あ、嫌いそう。やだよ、外だし。ずっとテントいたもん。いそう。鉢巻きとかさ、リボンにしてりしてたでしょ。鉢巻きはここで巻いてた。あ、だろうね、ちょっと可愛くしてた。そんな感じするよ。ここではやってない。そんな感じする。そう、ね、うん、運動会ね、あのね、テントにさ、椅子置くじゃん、うんうん、あれさ、自分の椅子なの、その教室で普段使ってる、うんうん、だからさ、それをさ、上り下りするのマジでしんどいの。あ、持ち歩いてってこと？そう。あ、そんなんやってないかも。なんかね、小学校の時それやってて、こう椅子を持って。あ、小学校はやったかな。でもさ、最初はもう軽いじゃん、うん、まあ、それも5、6年生になってから感じたけど、うん、でもさ、あのさ、高学年って大体一番上の階じゃないですか、うん、あ、そうね、しんどいの。確かに本当にしんどかった。それがちょっと嫌だった、運動会。あ、分かる人いる、結構。あ、分かるよね、結構そういう人多いんだね。確かに高学年は上の方だもんね。そう、あれでも違う、私1年生の時中学だけど、うん、一番上だった、5階だった。あ、そう、めっちゃきつかった。高学年が下ってこと？そう、でも高3なんかね、微妙なの。高2が2階とかで、うん、じゃあ高1が2階で、高2、3階、高3、4階で、なんかね、中高一貫だったから、そかそか、ごちゃ混ぜみたいなので。でもね、中1で5階の分はマジできしんどいね。荷物も多いじゃん。めっちゃきつかったな、毎日息切れしてたもん。すげえ、お疲れ、うん、ありがとう。椅子投げたくなった。すごいな、5階建てって高いね。そう、5階建てだった、うん、でも中高行かなったらそうなのかな、うん、懐かしいな、戻りたい、ね、ちょっと戻りたくと思わない、たまに。え、何、学生時代、うん、あ、それは分かる、思うよね。別の高校行ってみたかったなとかもあるかも。あ、でも私、生まれ変わってもあの中高が良かったな。あ、そうなんだ。そう、なんか子供ができたら入れたいもん、そこ。そんくらい好き。いいね、そう、いい学校だ。じゃあね、ちょっと話もめちゃくちゃこう、めっちゃそれあるので、この話はね、ちょっと、ちょうど45分だよ。あ、ちょっとすごくない、ほら、45分だよ、ちょうど。だからすごいんだよ。すごい。じゃあね、ということで、メンバープレゼン企画、佐藤楓のランニングのすすめでした。ありがとうございました。はい、じゃあね、続々とこうポンポン企画いってるんですけど、次もいっちゃいますね。
はい、続いてがですね、乃木坂46にまつわる謎解きに挑戦、乃木謎です。おー、なんだろう。このコーナーは、乃木坂46にまつわる謎解き問題に私たちが挑戦していくクイズ企画となっていて、頭の柔らかさと乃木坂の知識の両方が必要な問題が出題されますので、視聴者の皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。ぜひ。そう、得意こういうのは。謎解きでしょ、うん、あんまやったことない。でも好きだよ。テレビもよく見るし、謎解き系。楽しいよね。そう、楽しい。そう。じゃあですね、ちなみにこの企画はカンニング禁止となっていますので、これから私たちは皆さんのコメントが見えない状態でやっていかないといけないということなので、はい、ちょっとコメントは伏せさせていただきます。はい、バイバイ。はい、バイバイして。バイバイ。もう伏せちゃった。伏せちゃった。もう見えないの。どうしようかな。じゃあですね、早速第1問目からやっていこうかなと思います。どういう系の問題？わかんないよね。あれ、なんか書くのか。あ、これか。どれに書くの？これじゃない？これの空いたところでいいんじゃないかな。第3位とか書いてある。あ、これの、その、何もないところ。そうそうそう、いいんじゃない。わかんないけど。オッケー。じゃあ早速1問目出してください。どういう、ん、下の文字を組み合わせてできる感じ。さすが。どういうこと？全部を組み合わせできる感じを。あ、下の文字ってあの8個ってことか。あれ、これ簡単じゃん。あ、ん、あ、はい。いや、私の方が早かったよ、思いついたの。はい、これはできます。これは簡単やん。はい、じゃあ答え合わせするけ。いいよ。いくよ。せーの。じゃーん。イエーイ。うめー。すぐ分かったよ。全部こればらけて崩せるんだ。うめー見てる。うめー。簡単これは。うめーね。じゃあ1問目は2人とも正解ということで。はい。皆さんも分かったかな。分かったかな。でもこのさ、目をさ横にするの難しいよね、うん、考える分に。考える目、目って何？なんか目もあったじゃん。あ、梅沢の上のさ、うん、なんかもうさパッと見で梅沢見ないって分かったりさ、この目をさ横にするのが難しいよ ね。あれちょっとね、引っ掛け的なあれなのかな。そうね。ちょっと今チラッと見ていいかな、コメント。あ、そうね、問題してないからね。ちょっと見ます。一緒見ます。皆さん分かったかな。もういい問題だね。お、早すぎだろうって。当たり前でしょ。当たり前でしょ。当たり前よ。どう聞いたじゃん。そうだぞ。おーおーおー、なるほど。よくできました。そうでしょう。イエーイ、イエーイ。簡単すぎってね。うめんご。これまだ初級だね。そうだね。そうね。よし、次いっちゃう。よし、じゃあまたコメントバイバーイ。バイバーイ。じゃあ2問目でれん。ハテナに入る人物、佐藤楓、中村玲奈。え、わかんない。え、どういうこと。ん、どういうこと。え、なにこれ。え、なに、純粋に答えていいのこれ。ああ、わかるわ。え、どういうこと。そういうことね。え、合ってるかわかんないんだけど。そういうことか。いいのかな。ちょっと待って、多分書けた。私も分かったわ。分かんない。合ってるか分かんないけど、分かんないけど。でもそんな考えなくていい感じで。え、パッて出てきたやつ書いた。え、パッて出てきたやつって。じゃあ行く？答え、うん、せーの、じゃん。あっ、ほらほら。え、合ってる？2人だけ一致してるけどさ。え、合ってんじゃない。ほらほらほら。あいうえお順か。なんだ、普通にめっちゃなんか、普通に考えてよかったんだ。そう、めっちゃなんかひらがなで全部書いて、とりあえず書こうと思って書こうとしたときに分かった。これは簡単だ。びっくりした。でも確かにさ、頭柔らかくしてって書いてるからさ、めっちゃ考えちゃった。深読みしちゃったね。私も深読みしちゃった。なんか血液型だとか、なんか誕生日だとかって思ったけど、私でもみんなの血液型知らないよ。O 型でしょ。 A 型です。あ、 A 型だ、ごめん、間違えた。はい、でもA 型だよ。おいしょ。レノが確か分かんないよね。あ、そうそう、レノが不明なんで。ハテナ型。よし、じゃあこれもお互い正解ということで。みんな分かったかな。見ますね。
間違えた。あ、間違えた人いる。まあね、誕生日と思った人。あ、誕生日ね。分かったのか。これもまだ簡単だね。うん。そろそろね、難しい。急になんか普通にストレートモンが来たもんな。ね、急にびっくりした。分かんなかったって。たぶん3期だから分かるんだよね。よくこの並びって見るじゃん、うん、前半後半に分かれた時に、ね、じゃあ3問目いくか。よし、じゃあ3問待って待って待って、私がクソだ。待って、タオミの誕生日間違えた。10月かと思った。11月だ。タオミ忘れられてるよ。待って待って、10倍にして返す。やったー、ちゃんと覚えてたよ。でもヒントは合ってたでしょ。あ、でもセソヒントありがとう、本当にヒントは合ってた。え、本当にごめんなさい、タマミごめん、本当に土下座する。あ、ほらみんなタマミって言ってるよ。10月はリリアか。たまみ、私は覚えてたよ、10月って。うん、11月10日でしょ。あ、10日か、10日ってことか。あ、そっちで間違えてたのね。え、だからなんか10月のイメージあったのかな。あ、クリスティは9月27でね。あー、それはレノ。え、レノ23だっけ。23じゃん。うん、6 14か、あれ9月6か。そう、1週間後がももこで、そう、ももこから2週間後がレノ。9月っていう覚え方してる。27がレノ。うん、9月多いな。23なんで3だって。なるほど、覚えたく、ごめんね。曖昧だった。やっぱ人数多すぎると分かんないな。言い訳していい？何？私数字覚えるの苦手なんだ。まあ、わかるわかる。友達の誕生日とか全然覚えられなかったもん。ごめん。大丈夫、たまみ。見てるかな？見てないか。大丈夫。
皆さんは言えますか、3期生の誕生日ちゃんと。私言えない多分。全員は。私も全員は言えないかも。なんかさ、その楓とかはさ語呂で覚えれるじゃん。ああ、葉月もね。そう、ハニーさん、ハニーさんね。でさ、蓮華と四段もさ数字一緒だからさ、分かるんだけど。確かに。梅も分かるの。梅も分かる。でもね、1月6日だよね。うん。だよね。あとがね結構ね曖昧なんだよ。そう、曖昧なの。そう。なんか普通にさ、なんとなくこの付近だろうなっていう。そうそうそう。雲も分かるわ。水木も分かる。水木7月とかだっけ？7月じゃない？難しいね。よしよしよし。推し全員はちょっとって、推し全員は覚えようぜ。れんちゃんわかるしさ、ママとかの誕生日もたまにわかんなくなる。私もね、曖昧なおばあちゃんとか曖昧になっちゃう。今年何歳かもちょっとわかんない。そう、だからちゃんと今年からメモすることにした、カレンダー。いいね。じゃあ次の問題いくか。ちなみに次もなんか数字系の問題らしいです。いやー、よし、じゃあででん、まあ、なに、なてなに入る数字を考えよ、答えよ。久保15、吉田39、39、大園41、楓、はてな、楓のはてな、なに数字、なに、違うな、わからんな、なにどういうこと、どういうこと、久保が少なくて吉田玉岡が多いでしょ。え、39？ 吉田39、桃子41、で久保が15、楓はてな。え、わかんないんだけど。え、何？いきなりなんかレベル上がってない？そんなことないかな。え、何？待って、私頭働かないのかも、こういうの苦手なのかも、もしかしたら。どういうこと？ああ、なになに、ああ、違うわ。どういうこと？え？どういうこと、どういうこと？何？え？わかんない。なに？待って待って。なに？本当にわかんない私。え？なんだろう？これはなんか無理そう、もうちょっと待って私頭や硬いんだな。え、なんだろう、え、待って、久保15でしょ、え、何、どういうこと、吉田41、桃子が、あ、ちゃん間違えた、桃子が41、吉田が39、楓はてな、え、どういうこと、え、わかんない。え、ちょっと待って、本当にわかんない、これ。え、なんだろう。どういうこと？どういうことですか？どういうことですか？え、わかんない。どういうことでしょうか。ヒントは誕生日。え、誕生日絶対違うと思って私も消しちゃった。誕生日、ん、え、なんでこれが誕生日なの。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、誕生日というより、ああ、生年月日、え、生年月日わかんない。え、待って、楓何、1998年、8なんだ、そっか、言っていいものなのかな。え、久保が
に私コメント見えてないからわかんない。そうなのよね。で岩本でしょ。うん、そういうのは一回書いてみるのが大事。そうなんです。か早しうなで、ちまちゃんが A ちゃん E、年下が R。 このさ、大文字小文字と関係あるのかな。ね、大文字小文字ね、関係ありそうで、ね、あ、くしゃみ出そう。なんだろう。なんかさ、樋口さんがさ、H 入ってるのなんとなくわかるじゃん。いや、最初樋口の言い方になってもそう思った。でも、蓮華の O がどっから来たんだろう。R もわかんない、あ、わかったかも。マジで、あ、わかったわ。何、どういうこと、わかったかも。え、わかんない。これ書いてみたらわかるよ。日本語、うん、英語。え、そうだよね。え、多分分かった。あ、え、分かるでしょ。分かった。じゃあこれ分かった。はい、おー、 OK。 じゃあいくよ。はい、せーのがポン。おー、一緒。あ、よかった、やった。なるほどね、やった。真ん中を取ってんだな。いい問題。あ、違う、え、端っこ取ってんだ。あ、端っこ。普通にさ、私名字名前の順で書いちゃった。あ、そういうことね。あ、私も逆だった。向こう行ったら逆だからってこと。なるほどね。でも真ん中取ってたじゃん、私たち。え、でも合ってたよね。あ、これじゃん、だそう。まあまあまあ、正解ってことだ。だから大文字小文字だったんだ。なるほどね。あ、最後良かったね、お互い。良かった、ね、答えてすっきりできて。結局でも同点だよね。同点かな。結局 ね、3対3ぐらい。どう、勝った人。難しかったな。そっか、コメント。楽しい謎解き。よし、ペペン。まさかの、ました。まさかのまぐれで当たったの。まぐれってわけでもないのか。私たち普通に帰ったもんね。林ルナって書いてた。そうそう、ルナ林だったの。わからないって。やった、わかった。分かったからすっきり。そう、私もすっきりね。え、仲良く引き分けね。引き分けだった。へえ、楽しかった。あ、でもやっぱ真ん中派の人もいるわ。真ん中派の人もいる。真ん中の2文字だと思ったって。本当によし、じゃあ楽しい。クイズもね、すっきり終わったということで、以上が乃木なぞのコーナーでした。イエーイ、ちょっと砂糖があるかな。ありがとうございました。よし、じゃあ次行こう。はい、ではここから2つ目のランキングを発表していきたいと思います。はい、2つ目のランキングテーマは乃木坂46まるまるなニャンバーワンということになっておりまして、私たち2人でまるまるの部分を考えて、メンバーにまつわるランキングのトップ3を発表することになっています。はい、何にする。何のテーマ。テーマどうしよう。何のテーマ、いいテーマありませんか。今さ、唇の皮がさ、むけそうでさ、うん、すごいなんか気になっちゃうんだよね。よくむけるわ、私。皮剥ぐの好きなんだよ、なんか。私もね、すぐ剥いちゃうんだよね。ダメって分かってんのに。なんかね、ちなみにね、うん、私が前回レのところやった時は、うん、あのね、彼女にしたいメンバーだった。あ、よくあるやつね。なんか選べなくて、結局。確かに。どうしようかな。何にする。みんな何のテーマがいいですか。すごい唇の皮がむきそうなメンバーナンバー。あ、それはヨダとハズキが上手。あ、ヨダね。ヨダよくむけてるもん。そう、ハズキはね、むけるっていうか、なんか乾燥でむけそうだからね。あ、そう、保湿のリップあげてるの。準備の早いメンバー。第一印象良かったメンバー。第一印象3期ってこと。そうじゃない。何なんだ。
え、何でもいいよ。なんかある？え、難しい。ね、一回寝たらもう起きないメンバー、葉月でしょ。ヨダ。ヨダもね、大体その二人が出てきちゃうね。うん。何がいいかな。一緒に旅行に行きたい先輩。おー、いいね。今電話かけたら出てくれそうなのは久保。あー、よく電話するの？するかな。なんかかかってくることが多いかも。へー、そうなんだ。うん、足が速そう。朝が弱い。朝まで一緒にゲームできるメンバー。ああ、それ限られるんじゃないかな。確かに。ゲームしてないでしょ、だって。うん、あんましない最近。演技力のある。部屋が綺麗そうなメンバー。ああ、やばい、ごめん、待って。ごめん。何がいいかな。女子力ある。ああ。一緒にお花見行きたい。LINE の返事が早そうなメンバー。いいね。いい香りのするメンバー。ああ。ドジ。こっちょこちょいな奥さんになりそうだね。一緒に無人島に行きたいメンバー。あ、なるほどね。家事やってそうなメンバー。迷う。どれにしよう。家に帰ったらいてほしいメンバー。それする？それにしよう。じゃあ。それにしよう。Okay、じゃあテーマは何だっけ。家にいたら、家に帰ったらいてほしいメンバーか。いてほしいメンバーか。ガチャって、ただいま、おかえり、ただいま、どっちだっけ。ただいま、ただいまっていてほしい人だよね。いや、1位はもう決まったわ。文字。うん、どうしようかな。皆さんは誰がいてほしいですか。みんなも考えよう。イエーイ。これなんか順位決めるのやし、いつもなんか難しいんだよな。難しい。これにしようとか言ったのに。どうしようかな。まず一人目。難しいね、ちょっと。難しいよね。ちょっと私さ、順位関係なくやっていい？そう、順位つけるのがちょっと難しい。なんかね、前回もね、順位無視してやっちゃったんだよな。誰にしよっか。よし。よしよし、ちょっと待ってね。あと何人？あと2人。あ、でも最初の子しか書いてない。後ろできた。できた。何見えた？ダメ。あと1人。誰だろうな。私は落書きします。ちょんちょん、うん、くる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 。はい、ディッディーン。多分オッケー。猫オッケー。オッケー。じゃあ発表しよう。はい。大丈夫？あ、待って、変える？変える、いいよ。確かに。あ、でもちょっと違うとこに。いや、なんか確かあ、そう、あのね、私ね、1期生の配信ライブ見てたの、お家で。見てた。そう、
思い出バーストやってると思ってね、嬉しかったね。なんかさ、前からやるってことは知っててさ、知ってた知ってた。なんかの時の楽屋で松村さんがね、あの先生、ダンスの先生と練習してて、思い出ファースト、うん、めっちゃ可愛くってさ、うん、嬉しいよね。楽しいって思って。オッケーオッケー、できた。よし、じゃあお互いせーので発表していこう。まあなんか順位はあんま関係ないって感じだよね、うん、じゃあ行くぞ。はい、いくよ。見せたい、見せたい、せーの。え、何見せる。しまちゃんと梅ですね。イエーイ。梅はなんで、はい、梅はあの梅ってさ、すごいこう家庭的じゃん。うん、なんかそうね、そう、綺麗好きだしさ、しっかりしてるし、やっぱ、うん、ご飯も美味しいし、うん、っていうので、なんかお家に帰って、あの妄想ね、うん、あの普段こう身につけないようなピンクのエプロンを着てほしいのね。うん、で男目線じゃん。でお団子して、あ、おかえりっつって、なんか玄関までトコトコって来て、うん、なんかじゃあご飯できてる、食べようよっつって、なんか腕引っ張ってリビングに案内してほしい。で美味しいご飯食べたい。うん、いいね。っていうやつ。わかるわかる。めっちゃわかるよ。そう。めっちゃわかる。しまちゃんは。え、なんか本当に私もだけど家庭的な方じゃん。てかなんかまずもう疲れて帰ってきて、はーって帰ってきて、あの樋口さんのもう超可愛いボイスで、おかえりって言われたらもう疲れ吹っ飛ぶよね。女らしいよ、出てるよ。もう本当に可愛いよね。なんか本当に癒し、なんか同い年とは思えないぐらい癒し、癒されるし、本当に優しくしてくださるし、うん、もう本当にね、何回も言うけど声が素敵、声が素敵、うんうんうん、あとでも本当になんか料理とかも上手そうだし、うんうんうん、本当になんかお母さんじゃないけど、お姉ちゃんだ、お姉ちゃんって感じ、うん、お姉ちゃんって感じ、お姉ちゃんにしたいです。ちょっと話題それちゃったけど、じゃあ次行こうか。次のメンバー、次は2位だよね。次はじゃじゃん、オッケー、でれーん、まゆ、真夏さん、おー、なんで、私はあのさ、スキッズのさ、まゆたんを愛されたい、うん、あれ面白い、あのまゆがすごい好きなの、なんかちょっとメンヘラっぽい感じ、だからちょっとそのまゆになんかお迎えしてもらいたいなっていう願望で書いた。でもなんか、なんだろう、お母さん感、主婦感、なんて言うんだろう、あるよね。わかる。まゆもね、あの多分基本何でもしてくれる人だから、なんかママって感じ。そう、年下だけど。やっぱまゆ選んだ。なるほどね、いいじゃん。真夏さんも、あ、でも真夏さんもなんとなくわかる。え、わかるでしょ。まずお料理がすごい上手じゃん、うん、やっぱ料理基準なんだ。あ、料理、最近お料理全然しないからさ、うん、お料理も上手だし、うん、お菓子作りもすごい上手じゃん、ね、めっちゃ美味しかったことない、食べた、配ってたよ、スノーボールの、そうそうそう、めっちゃ美味しくってさ、そうそう、国民の嫁と言われてるぐらいなので、うん、もう帰って美味しいご飯を用意してくださってるんだろうなって思って、うん、いてほしいですね。胃袋掴まれてるって書かれてる。もうそう、胃袋掴まれました。でもなんかお料理は食べたことないから食べてみたい。あー、そっか、そうだよね。そう、そうそう、おかみさん和食作ってほしいな。いいね、和食作れる人いいよね。なんかさ、インスタのさ、真夏さんのさ、お料理見たことない、うん、なんとなくそう、めっちゃなんか、わあすごい、なんか本当に割烹開ける、なんかお店開けるぐらい、なんかさ、46時間テレビの、あ、やってたやつだ。そう、なんかそう、うんうんうん、梅がめっちゃ美味しかったって言ってて、肉じゃが食べて、うんうんうん、本当に美味しかったって言ってて、食べてみたいなって思います。いい、ね、じゃあ私が今度和食作ってあげるね。作れる？作れるし、する、料理するよ。してる？してるよ。してるんだ。してるよ。作って、なんか意外、いいよ。なんかさ、作ってなさそうな人がしてるとさ、なんかキュンってなるよね、うん、いいねってなる。あ、作れるんだってなるね。じゃあ最後いこうか。最後いきますか。よし、
行くぞ。じゃん、運命。あ、一番に決まったって言った。そう、一番に決まった。そこは分かるな、ラインあるな。なんで久保ちゃん。久保はなんか、うん、本当にさ、こうメンバーみんな好きだけど、うん、なんかなんて言うんだろう、その中でもちょっとこう特別感があるなっていうのがあって、うん、その連絡も多分私一番取ってるのが久保だし、うん、本当にどうでもいいことをこう言ったりとかもするし、うん、家とかもよくね行ってるんで、ね、あ、そうそう、よく行ってた、遊びに。そうそうそう、なんか急なさ、こう、あ、じゃあこの日行くねとかじゃなくて、うん、ちょっと今から行っていいみたいな、あ、いいね、関係性っていうのもあるかな、うん、そういうのもあって、あと聞き上手だし、あ、確かに、ね、本当に人の話をこう聞いてそれをこう汲み取ってくれるの、うん、本当に上手だから、うん、なんか一緒にいて楽っていうのもあるかなっていうので選んだ。なるほどね、うん、いい関係だ。そこも別に聞かなくても分かる。何が？あ、ここは運命ね。そう、多分ここ2人は、あ、そうだろうなみたいなね、思ってる人いると思う。運命はもう間違いなくご飯だよ。全員ご飯じゃん。梅のご飯美味しいし、なんか盛り付けもおしゃれじゃん。お皿とかもちゃんとさ、うん、私そんな全然気にしない人だからさ、うん、ちょっとそういうのこれからね、食べれたらいいやって感じだから、まあ大人の女性にもなったからね。そろそろそういうのも気にしようかなって思うけど、うん、本当に梅のご飯美味しくって、梅んちで最初に、じゃあ梅の手料理で最初に食べたのが豆腐ハンバーグだったの、うん、なんかでもしかも豆腐ハンバーグだけじゃなくて、そのなんかワンプレートにいろいろ乗ってるの、うん、きんぴらとかサラダとか、そう、サラダとかなんか細かいものも乗ってて、わー、なんかママだって思って、そう、おいしい、おいしい、そう、ママって感じでさ、うん、梅のお家住もうかと思ったもん。言ってたね、住み、なんか最近もよく言ってる、うん、住んでいいって。この前も言ってなかったね。そう、この前も言ってたと思う。楽屋でなんか話してた気がする。 それ住もうかなって、なんかそう、梅イーツとか言ってうんうんうん、全然作りに行くよ、特別に、そう、来てほしい、作りに。まあ私も行くけども、こんな感じ。いいね、俺も住みたいってね、住みたいよね、梅んち。梅んち爆発しちゃう。人数多すぎて。私も住みたい。僕も、あれも、私もっつってさ、100人ぐらいで押しかけてさ。そうそうそう。家が。もうちゃんと梅のうち、すごいね、整理もされてるからね。うん、超綺麗だよね。うん。全然いいね。じゃあ、以上かな、うん、そんな感じ？うん。いいね、うん、なんかメンバーとルームシェアみたいな人どんな感じなんだろうね。住める？なんかさ、お泊まりとかあるじゃん。でも全然住めるか、うん、でもさ、その1ヶ月、2ヶ月とかさ、どうなんだろうね。ね、まだ知らないそのメンバーの顔が見れたりすんのかな。私ご飯さえあれば住めるかも。全部ご飯結局。私もちょっと楓に美味しい手料理振る舞って、このランキングを次回やった時に入るように頑張ります。行くね。じゃあ、いい、行ったことないからまだ、うん、クリスティンチ、うん、行くよ、うん、猫に会いに来て。うん、3期生ハウスだって。やってみたい。あ、でもやってみたいね。どうなるんだろうね。誰が何を担当するんだろうね。いや、運命は間違いなくキッチンでしょ。確かに私何もしないと思うな。クリスティもちゃんと手伝ってそう。私な、手伝ってる風にしながら多分遊んでる。あ、つまみ食いとかしちゃうと思う。やってみたいね。ね、いつかなんか企画でできたら楽しいね。ね。っていう感じで。よし。はい。こんぐらいでいいかな。そうね。ということで以上、乃木坂46、なんだっけ、お家に帰ったらいてほしいメンバーニャンバーワンでした。ほら、今いい感じよ。時間で。あとちょっと、あと5秒。4、3、2、1、はい、25分。はい、ではここでまた企画に移りたいと思います。あ、3万超えてる。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。次の企画は題して、5文字で表現できるかな。うん、はい。なんか未だにちょっと理解してないんだよ。難しいのっていうのは理解してる。これはなんか猫舌で以前にも行ったらしいんですけど、うんうん、5文字というワードゲームに挑戦していきたいと思います。知ってる方いるかな、
五文字は漢字2文字、カタカナ3文字の組み合わせのヒントからお題の言葉が何なのかを予想するゲームです。はい。例えばお題がライオンだったら、漢字2文字の方が110で、カタカナ3文字のがキング。はい。で、あと動物、サバンといったヒントを出題者が考えて、回答者がライオンと答えられれば正解となります。はい。わかるかな、皆さん。お互い出し合いするって感じだよね。そうね、多分。うん。今回は特別ルールということで、私たちの手元にあるメモに書かれたお題を5文字で表現していきます。はい、5文字の中にはないお題も入っているそうなので、お視聴者の皆さんも一緒に考えてみてください。おい、やったことある人いるのかな。めっちゃ楽しそうじゃん。私たちはあれコメント見てていいのかな。あ、そうね、コメントしてた方がいいのかな。あ、回答者が見なければいいだけか。あ、そうね、回答者が見なければ。そうだな。じゃあこれもスケッチブック。じゃあね。まずは私がお題を出そうと思います。はい、どうぞ。でもこれ難しいよね。あ、じゃあ私一旦あれ伏せとくわ。これ。これ私が漢字2文字とカタカナ3文字書けばいいんだよ。うん。でさ、これさ、なんかさ、110っていう言葉を出したくても漢字わかんなかったらダメだよね。確かに。ってことだよね。確かに。待って、難しい。一旦ちょっと私コメント伏せますね。どれにしよう、どれにしよう。あ、その手元にね、それぞれ違うお題があるんですよね。難しい。そう、漢字は意味のある熟語になってないとダメらしいです。これってなんかいいのかなって思っちゃうの。もう一回やってみたの。一回やって、二人とも初めてはさ、ちょっとぐらい。カタカナの方ってさ、なんだろう、これなんかキングとかってさ、なんかカタカナって感じじゃん。キングって、それわかる。例えば文字数は違うけど、動物を動物ってやるのもいいのかな、カタカナで。どうなんだろう。サバンってサバンナってことなのかな。だからもともとそのカタカナで入りきる分だけだったらいいってことなんじゃない。あ、なるほどね。サバンナも4文字だけど3文字で押さえてなんかサバンになってるみたいな感じなんじゃない。まあね、確かに。サバンってなんだよって思ったもんだってね。確かに。カタカナは入りきる分で、じゃあこれに、あ、でも1個ね、いいの思いついたんだよね。だからライオンだったらライオンのあのあれ漢字は猫大きいみたいな、熟語になってないからそれは漢字としてできなくて、でカタカナのライオンもライオンまでは文字的には入るけど、お題に含まれている文字が2文字以上続いてるから使うのはダメってこと。なるほどね。難しいよね。難しいよね。 OK。 よし、 OK。 OK。 待って、いいの思いついたんだよね。本当？見ちゃダメだよ。見ないよ。あ、この間じゃあ私コメント見とく。山下ムーンはモロ名前なんだよな。もう一個な、カタカナの方難しいな。だから3文字入る感じだったら何でもいいのか、例えばなんだろうな、時々めきめきも時とまでだったらいいってことなんだ。あ、カタカナは擬音や雰囲気とかでもいい。擬音、雰囲気。あ、雰囲気ね。そういう感じ。あ、そういう意味。雰囲気ね、オッケー。ポワンとかでもいいってこと。なるほどね。オッケーオッケー、できたできた。できた。じゃあちょっと一回コメント伏せます。よし、ちょっと待ってね。オッケー。じゃあ楓の問題ですね。いきますよ、私の問題はじゃーん。感想文。わかるかな。ちょっとここ今パッて出てきたやつ書くね。皆さんわかるかな。感想ブーン。ブーンって擬音ってことだよね。そう、擬音。でもブーン間違えた。あ、合ってる人いる。合ってるよ。あ、待って、漢字も間違えた。合ってる。お、すごい、みんな漢字。漢字じゃないよ。漢字じゃない。みんな合ってる、みんな合ってる、すごい。じゃあ私不正解かもしれない。すごいすごい、みんな合ってるよ。すごい。感想文。そう。でも合ってる人いるのよ。
これてか乾燥の層って合ってんのかな。そう合ってる。あ、乾燥だからこれじゃないのかな。ちょっと待って、乾燥ブームでしょ。え待って、分かんなくなっちゃった。お、分かりやすい。だって嬉しい。今来るのちょっと分かりやすいって言われました。乾燥、え、楽しい。これえ合ってる。私これいいや、行くよ、出すよ。オッケーオッケー、行くよ。うん、せーの、オーブン。あー違う、ブブー。何これ答え言っていいのかな。ドライヤー。あー、でもみんな合ってんの結構。なるほどね、ドライヤーでした。乾燥、最初加湿器って書いちゃったの。最初家電って書いたの。何何ここに家電って書いてあったの最初。こういうのもいいってことだよね、家電って。あ、いいってことだよね。え、どいいのかな。こんな感じでやっていきましょう。だってなるほどね、オーブンブーンってこと。オーブンのブーンってこと。オーブンってさ、オーブンチンしてる間ブーンって音鳴ってない、うん、え、あんまならないかもそれかと思っちゃったんだよな。よし、じゃあ次クリスティ出して。あ、オーブン加熱か、そっか。ああ、難しい。私いい感じに出せたと思う。ん、いい感じに出せたと思う。いや、答え聞いたらすげえって思ったね。でしょ。待ってよ。いやー、うん、そう、なんか引っ張られそうだな。オーブンはおもろいって書いてある。嘘、オーブンかと思ってたよ。どうしよう。いや、でんちゃんいい感じあったって。イエーイ。難しいな。え、待って、これヒント考えるの難しいね。ヒントじゃないや。待って、難しい、どうしよう。ちょっと待って、ちょっともうちょっと踊っててね。これ最近踊ってないよね。踊ってないね。これと、難しい。わかった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 。書いていいのかな。書いていい、書いていい言葉かな、書いていい言葉かな。あ、2番わかんない。変えよう。2番ってやったことあるっけ。これ2番善悪だけじゃない。あ、善悪か。オッケー、よし、じゃあ閉じるね。うん、はい。じゃあ私の出す問題こちらです。ん、感染とホラー。え、待って、私そういう系知らないよ。え、でもなんかヒント的には上手だと思う。ここね、もうちょっとね違う書き方しようとかと思ったけどね。え、なんかそれをなんか出していいあれなのかなと思う。私あんまね、あ、でも答え合ってる人いる、いっぱい。私あんま洋画知らないんだよね。洋画とかじゃないから。え、これはもうあの全国にあるよ。 全人類が知ってる。別にそういうあれじゃない。え、映画じゃないの。全然違うよ。え、じゃあなんだ。あ、ん、え、わかんない。え、なの。意外と難しいでしょこれ。最近のやつ。最近とかでもないよ。わかんないわかんない。ホラー怖いの。怖い。え、わかんない。あ、ん、感染。え、なんだろう。なんでコメントいっぱいある。ほら、これもううまいって。え、わかんない。え、どうどうどう。え、なんだろう。感染しちゃうの。
イメージ、私の。でもそういう表現をよく使われてるのをみんな見てると思う、テレビとかでも。え？なんだろう。怖いの？うん、怖い。めっちゃ怖い。これが現実世界で起こったら怖いと思う。あ、起きてないの？起きてない。え、なんだろう。それは多分その架空の想像のものとしてこのホラーで投影されてるって感じ。現実にはだからいないはずだよ。いないと思うよ。いたら怖い。私でも知らないよ。ゲーム、絶対知ってるでしょ。ゲームとかじゃない。え、何？え？本当に知ってる？さっきのそのドライヤーとかと同じだよ。あ、そう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 、これでいいのか、これでいいのか、そう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 、もうできたよ、はい、いいよ、うん、合ってる、正解、完璧、やったー。なんか結構みんなスケートだけとかの人もいるんだけど、フィギュアスケートが正解、完璧な、そう、表情って書いてたからスケート、そうそう、これ簡単だったでしょ、わかりやすかった、待って、あ、もう一個やりたかった、時間あったらやる、最後時間余ったら、時間余ったらやりましょう、オッケー、じゃあ次クリスティが出してね、余ったら、おー、分かった、このお題から、うん、難しい、オッケー、
ということで以上5文字で表現できるかなでした。はい、楽しかった。ではでは続いては質問返しのコーナー。わー、ありがとうございます。こちらはショールームのツイッターに寄せられた私たちへの質問にこの場で答えていこうというコーナーです。たくさんの質問ありがとうございました。出演メンバーをショールームのツイッターアカウントでお知らせするときに募集したりもするのでぜひぜひチェックしてみてください。うむ。では質問コーナー行きましょう。はい、今回もここに、ね、たくさんいただいてます。やったー。この質問の中から相手に答えてほしい質問を選んでそれぞれに質問し合っていきましょう。はい、質問自体は2人とも答えるとのことなので。はい、じゃあポンポコポンポコ。めっちゃあるじゃん。はい、最近の楽しみは何ですか。最近の楽しみ。はい、最近の楽しみ。はい、だって一問一答みたいになってる。最近の楽しみは何ですか。最近の楽しみはですね、桃鉄ですね。おー、はい、桃鉄はやってますか。安心。うん、やってた。やってたの。やろうよ今度。いいよ、スイッチ開くわ。はい、クリスティンの最近の楽しみは。最近の楽しみは今やってるゲームのレベルを上げること。おー、さすがゲーマーですね。それが楽しみですね。じゃあどれにしよう。目についたってか、なんかポンポンやるね。全部どの能力が欲しいですか。どういうことですか。A、食べても太らない体。 B、 寝なくても大丈夫な体。 C、 病気も怪我もしない体。C、 病気も多いね。うん、あ、健康が一番。寝るの好きだし。私は A かな、普通に。太んないからね。いや、お顔が太るのよ。うん、感じかな。次はちょっと待って、全部さ、まだ読み切れてないんだよな。いっぱいあるね。そう、あ、じゃあ私最後から読んでいこう。あ、家具やインテリアにこだわりはありますか。家具。うん、いや、それが私全く最近こだわりたいなって思ってる。なんか本当にお部屋の雰囲気全部変えたいなって思ってる。全部家具も変えて、うん、最近こだわり始めそう。ああ、じゃあどういうところにこだわりたいの。なんかね、なんかとりあえず白みたいな感じにしてたんだけど、普通にシックな感じにしたい。へえ、大人になる。そう、大人っぽいのにしたい。いいね。クリスティは。私は白黒で揃えるようにしてる。そうなんだ。なんかめっちゃ 白グレーだ。あ、グレーね。そう、めっちゃ白ってイメージ。なんかもともと白だけだったんだけど、なんかね、グレーも入れたくなって。あ、でもグレーのイメージあるわ。ソファーグレーでしょ。ソファーグレー。よくなんか載せてるもんね。そう、パソコン黒だからちょっと嫌なんだよな。だグレー系私も入れたいなって思ってる。グレーいいよ。そう、なんか中和色って感じ。いいよねグレー。うん、参考にします。ルト。じゃあ次は、待って、見てなかった。どうしようどうしよう。あ、さっきなんかいいの見つけたんだよ。ほんと。じゃあそれ見つけようよ。どこ行ったっけな。あ、一人暮らしを始めた頃の失敗談ってありますか。うん、失敗談。なんだろうな。失敗談、一人暮らしを始めた頃。なんだろう、一人暮らしはね、なんだろうな。そうね、新生活始める方もいるのかな。難しいね。あ、私鍵なくしたわ。あ、私から答えちゃった。鍵なくしたの。大事な書類。鍵。あ、鍵か。鍵なくして取りに行ったよ吉田マールはさ。あ、確かに鍵も失敗だし、そのさ、家から駅まで徒歩何分ってあるじゃん。うん、あれの時間だけ見て、あ、じゃあこの電車に乗ろうみたいな。うん、でもさ、自分が歩く速さとさ、その徒歩何分は違うわけじゃん。クリスティは遅いもんね、歩くの。そう遅いし、家もそのめっちゃギリギリに出るからさ、そりゃ間に合わないよなっていうので、う、電車めっちゃなんか乗り遅れてる。なるほどね。そう、でも遅刻はしないよ。皆さん気をつけてください、この失敗談をもとに。鍵でも焦るよな。鍵ね、焦ったよね。めっちゃ管理会社に電話したもん。見つかんなかったもん普通に。
確かに。じゃあ、あ、これいいじゃん。3期生のライブの意気込みを熱く語ってください。熱くね、うん。まあ3期生ライブはこのナインスイヤーバースデーライブのもう最後、もう取りということなのでありがたいことに。うん、まあなんだろうね。でもなんだろう。どんな感じになるのかまださ、まだリハもあれやってないから、ね、全体像まだわかんない。そう、わかんないけど、まあもう本当にさ、久しぶりじゃん、4年ぶりとかじゃん、うん、だからもうその間にさ、個人でさ、いろんなさ、みんな幅広げたりさ、うん、してるからさ、そのさ、みんながもう12人が集まった時にすごいパワーを出せたらいいなって思うし、いいね。もうね、そう、3期ライブ、やっぱ3期生すごかったねって言ってもらえるようなライブにします。まあ、クリスティは、吉田はですね、そうだな、やっぱさ、絶対3期生の今までのさ、1期生2期生のライブも見て思うけど、うん、そのなんだろう、何期生にしか見せない魅力みたいな、絶対あるじゃん。あるね。だからなんか3期生もこうやっぱそういうのを出して、改めてこう3期生を見た時に、やっぱり3期生のみんなが入ってきてくれてよかったなって思ってもらえるようなライブにしたいし、なんかさ、その本当にさ、さっき言ったようにさ、すごい久しぶりにやるじゃない、だからみんなの気合の入り方とかもね、きっと違うと思うから、確かにね、そういう熱をこう感じ取ってもらえたらいいなと思っております。なんか話し合ってるしね、セトリとかについてもさ、だんだんセトリはもう決まって、ね、これやりたい、あれやりたいみたいな、みんなが言えるっていうのがいいよね。楽しみですねって感じ。じゃあ、はい、今年の4月1日嘘ついたエピソード、ついた嘘のエピソードを聞かせてください。今年ね、嘘ついてないんだよ。私ついちゃった。ネタ話がちょっと忘れちゃいそうっていうのでやる。なるほどね。ついた、なんか。そう、私モバメの方でついたの。何言うの？2匹目飼いましたって。なんだっけ、名前は。名前もココくんって。めっちゃリアルに書いたの、全部。うん、もうなんか文章もリアルに。うん、やっぱロンくん一人じゃ寂しいからみたいなのめっちゃ書いたら、多分みんな騙されたのかな。ちゃんとネタバラシした。ちゃんとね、写真も送って、うん、マジで。そう、どこの犬よ。あのね、余談地のなんか お餅、うん、お餅の幼少期の写真を送って、うま、騙されたでしょ。騙されてるよ、ほら。で、余談は私のロン君の幼少期を送って、お互い送ってるの。そう、お互いそう、めっちゃね、いい嘘が思いついた今年は。すごい、騙されたでしょそう、いや、佐藤家はプードル派だからって書かれてるけど、そう、私プードル好き。あ、でも2匹は買わないかな、うん、もち用だって。あ、もち用か、お餅お餅って言ってた、ずっと。お芋、うん、あ、それ違うか。それは違う、もち用か。じゃあ、もちか、もちじゃない、平和な嘘でよかった。そう、平和な嘘。なんかね、学生の時はね、めっちゃ考えてた、どういう嘘つこうかみたいな。でも友達に騙された、なんか長野に引っ越すことになってって言われて、えっ、しかも部活の子だったからめっちゃみんな騙された。うーん、ね、はい、次、何しようかな。ニャンバーワンなスイーツについて教えてください。スイーツ、うん、なんだろう。スイーツ食べる、食べるの。あ、でもこの前乃木中で紹介されてた、梅が紹介してた、うん、安納芋タルトは、あ、じゃあ安納芋な、トリュフか、めっちゃ美味しい。へー、私も梅に勧められて買ったんだけど、梅めっちゃ知ってるよね。めっちゃ美味しい。スイーツなんだろうな、うん、いいじゃん、いいじゃん。え、千引屋のフルーツヨーグルトめっちゃ好き。へー、そんなのある。そう、大好き。いいね、フルーツが基本的に好きだからさ。確かに、ケーキ系とかあんま食べないんだよね。ある。私は桜風味のなんとかみたいな。桜好き。桜好き、桜 の, そのタブレットがあるんだけど、桜ってさ、基本期間限定じゃん、うん、だから多分もうすぐなくなるなって思ってネットでめっちゃ注文した、うん、今日来てんの。好きなんだ、いいね。そう、好き。そう、だから桜あんとかめっちゃ好き。いや、私桜食べれないのよ。本当、美味しいよ。あ、終わった。
じゃあ質問コーナー終わりですかね。いっぱいあったね。ね、本当にいっぱいある。うん、じゃあランキング行こうか。うん、もうランキング集計中だって。では質問くれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、あれやろうよ、じゃあ。何？さっきのやつ。ちょっと待ってね。もうさ、大台のさ、あれ考えるのは時間かかっちゃうんだね。集計終わっちゃった。集計終わっちゃった。じゃあランキング発表しようか。じゃあランキングを発表していきたいと思います。交代交代でいいよ、じゃあ。いいよ。じゃあ私からいくね。はい。10位。どこだ？また。10位、かごやん。アットマーク楓、イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ9位、コーヒーアット我が輩は猫ちゃんになりたい3。おめでとうございます。いいよね猫。8位、トンヌラアットマーク大花くん吉田家ようこそ。おめでとう、ようこそ。じゃあ、7位か、パクさん、星3期の愛犬、おー、ありがとうございます。3期にペットできちゃった。6位だっけ。6位、とんこつかえでちゃん大好きさん、ありがとうございます。5位、きびたき、あとあやちゃん推しは幸せ者、へへ、そうでしょ。おめでとうございます。4位、しもっちカットマークかえでさん、おめでとうございます。ありがとうございます。4位、5位、たくみ、たくみ2号、かえで推しさん、おめでとうございます。2位か、うん、2位、セラシエアットマークフィンランドさん、おめでとうございます。フィンランド民謡今出てきちゃった。え、あれフィンランド民謡だっけ。フィンランドだっけ、あれ生田さんのやつ。フィンランドか、あれはめっちゃ出てくる。1位、カエデズのはじめ総務課長さん、ライブ楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、10位の方、はい、おめでとうございます。え、やろうよ。やるやる。ちょっと待って。え、ここのお題からじゃあ出すね。あ、告知し、告知しなきゃ。じゃあ告知します。はい、お願いします。どれ告知する？本当に上からやる？うん。白石さんの卒業コンサートのDVD& ブルーレイがただいま絶賛発売中でございます。いっぱい、そう、特典とかもね、ランダムで入ってたりするので、カードが、ね、うん、ぜひお手に取ってみてください。と、どうしよう、私全部言うのこれ。うん、いいよ。乃木坂スキッズ第2巻ですね、ブルーレイ &DVD ボックスが発売中です。はい。そして、5月8日に4期生のバースデーライブの公演があって、その次の日9日に今度は3期生のバースデーライブがございますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。そしてですね、ちょっと日にちが逆になっちゃうんですけど、4月18日に乃木坂スキッズライブが あるので、そちらもぜひご覧ください。チェックしてみてください。もうすぐだね、なんだかんだ。そうなの、うん、あと10日後だよね。ちゃんとライブパートもあるのでね。そう見なきゃダメだよ。見てね。っていう感じで、はい。そして次回の乃木坂なニャンバーワンは4月14日水曜日の19時から生配信の予定になります。うん、次回のメンバーは追ってお知らせするので、ツイッターなどでチェックしてください。はい。そして次回の配信を見逃さないためにも、画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローをするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがピョンと飛んでいきます。ということで、はい、やろう。めっちゃやりたがってるじゃん。めっちゃやりたい。ほら、まだ時間5分ある。ちょっと待ってね、吉田さ、漢字の方は書けたんだけどさ、カタカナの方がちょっと思い出せないんだよな。ね、ただその言葉を英語にしただけみたいな。なるほどね。それはダメじゃん。ちょっと待ってね、書くスペースがなくなってきて、ちょっと待ってね。やったーって、今日
今日誕生日なんですって、おめでとうございます、はいおめでとうって言って、あ、なになになに、誕生日なんだ、 おめでとう、よし、オッケー、いけた、はい、はい、あ、え、大地、ブルー、大地、逆の言葉みたいなと思った、え、あー、分かった、多分分かりますか、分かりますか、オッケー、かけた、本当早いね、え、多分分かんない、あ、コメント見てないですけど、コメント正解いるわ、はい、いくよ、うん、じゃじゃん、お、当たり、やったー、ピンポン鳴らしてくれた、やっと当たったピンポン鳴らしてくれてありがとうございますすごいすごい、やったー、これ早かったな、ね、上手上手、すごい、ちょっとさ、考える暇があったらさ、自分が今思いついたお題でやって、あ、オッケー、何にしよう、なんだろう、でも書くスペースがないの難しい難しい、あ、オッケーこれだからスタッフさんもわかんないからさ、正解かどうかは楓が発表しないといけないんで、オッケーオッケー、ねえ、どうしよう、カタカナが思いつかないね、カタカナ難しいよな、あ、オッケーオッケー、あ、なんか同じこと言っちゃった、まあいいや違うの、漢字変えよう、あ、惑星か、オッケーオッケー、確かに、いくよ、はい、じゃーん、パワーほら見て、元気パワーって一緒のこと言っちゃった、人ってこと、まあそんな感じ、漢字、そんな感じ、漢字じゃない、え、人、あ、正解してる人一人いた、人人人人みたいな感じ、漢字って何、人じゃないの、あ、合ってる合ってる、人じゃないんですか、人、それでパッて出てきた人を書くよ、じゃあ、うん、人じゃないかもしれないけど、葉月、あー違う、惜しい、でもハズキって答えしてる人めっちゃいる、誰、正解言うよ、誰じゃない、なんかね難しい、いくよ、はい、3期生、あー、でもね合ってる方めっちゃいるのよ、いいね、確かに人といえば人だけど人じゃないって言えば、そうそうそう、そうなの、集団って言ったら分かっちゃうし、正解正解、すごいすごいね、いいね、楽しい、これもう当たってる人結構いるな、ね、すごい、うん、スクショタイムしよう、あ、ここだ、ここだ、こっちか、あ、できた、ここだ、イエーイ、個性的だもんね、3期生、うん、みんな個性的って言うよね、3期生ってどうですか、確かに性的ですって、ライブ楽しみ、私も楽しみ、楽しみだね、私も楽しみ、とっても楽しみ、みんな絶対見てよ、見てよ、見ないと、見ないと、来世まで追いかけます、おー怖い怖い見て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 っつって怖い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 お腹空いてきちゃった、わかる、あっという間だったね、てかね、さっき私さ、ポテト食べてたんですけど、あー食べた、家から持ってきてね、うん、じゃあさ、それをさ、なんかずっと食べたかったらしくて、なんか私がその箱置いてて、じゃあ楓がこれってまだ中身あんのみたいな感じで、あ、やっぱ食べたかったのっつって気になってはいた、めっちゃ美味しかった、美味しかったでしょ、うん、私も今度買う、そう言えばいいのにと思っていやもう食べなそうだったから、その隙を狙ってまだあることは分かってた、あ、そうまだあるだろうな、確信犯じゃんと思って狙いました、それがね、可愛かった、あ、もうあと10秒で終わっちゃう、やだ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 、はいはいはい、やだやだ、ありがとうございました、やだ、ありがとうございました、やだ、バイバーイ、バイバーイ。